く多くの方が今ネットで見ておられます。で意見もどんどんと届いているんですけれども、私の画面にも出てきますし、書き込まれた全ての意見はこちらのスタッフが何らかの形で、ちゃんと目を通して皆さん振るってご覧になっている方はご意見ご感想を寄せていただきたいと思います。でその方たちのために改めて明言していただきたいのですが、この先、例えば細川都政が実現したとします。でその先原発ゼロ、即時ゼロというこの考え方に政治的な妥協の可能性はありますか？つまり、まあ再稼働1基だけならとか、それ絶対にないですか？それちょっと大事にしていただければ。ありません。絶対にない。絶対ありません。ありがとうございます。有権者の方にとっても。ではですね、今ご来場の方から紙で書いていただいた質問がいくつか回ってきましたので、そちらに話を。